私絶対に許さない。やめろやめろ。ああどうしてお前がこんなことを。私はあんたを許さない。はいはい、カットカット。いやー、サナちゃん演技良かったね。ありがとうございます。いやー、このナイフを持って刺すところなんて鳥肌もんだよ。監督、大丈夫ですか？なんちゃって。もう、びっくりするじゃないですか。サナちゃんの反応が可愛くてな。もう、これ偽物って分かってても怖いですからね。よし、じゃあ本番始めようか。俺はいつになったらまた認めてもらえるんだ。タコくん、お疲れ様。はい、ありがとう。うん、サナもお疲れ様。監督、またサナのこと褒めてたね。そうなの、すっごく嬉しいんだ。もっともっと努力して素敵な女優さんになるのが私の目標なの。それでタコくんと一緒にレッドカーペット歩くの。タコくん、どうしたの？ごめんごめん。うん、サナもまた褒められるように頑張ってね。うん、よし、本番も頑張るぞ。レッドカーペットで一緒にか。俺はこの世界で生きていけるのかな。タコさんの演技ならいけますよ。おいおい、本番始めるぞ。はい、はい、行こう。はい、じゃあ本番まで。はい、3、2、1、アクション。私絶対に許さない。やめろやめろ。はぁ、どうして。あなたのこと絶対に許さない。はい、カット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 。おい、タコ、セリフ違えぞ。え、タコくん。おい、タコ、おい、お前いつまで寝てんだよ。おい、これってもしかして。救急車、救急車、今すぐ呼べ。よろしいですか？どうぞ。どうもどうも。どうも。あらあら、綺麗なお花ですね、これ。おや、お花はお嫌いですか？一体何なんですか？こんな状態のこいつを前に、ふざけてるんですか？いやー、今回の事件、いろいろとおかしい点がありまして、ちょっとお話を伺っても。どこの誰かもわからないあなたに話すことなんてありません。おやおや、これは失礼いたしました。私、こういうものです。タコ探偵事務所、探偵勇気。探偵？お話を伺っても。はい。被害者のタコさんとは、どういう関係？私は彼が今回出演していたドラマの監督です。なるほど。どうやらあなたは彼にだけ冷たくしてたそうでございますね。そんなこと。よし、じゃあ本番始めようか。はい。
周りから見ると確かにそう思われても仕方ない部分はあったと思うが。なるほど。じゃああなたはタコさんが嫌いだった、だからあなたは日頃からタコさんを冷たくして、それでナイフで刺して、あなたが偽物のナイフと本物のナイフを入れ替えたんじゃないですか。ふざけないでください。これはこれはおふざけが過ぎてしまったようでございますね。刑事さん、もしかして私のこと疑ってるんですか。いえいえ、ただ単純にお話を聞いてるだけでございますよ。ただあなたにも容疑がかかってるということをお忘れなきように。では失礼します。俺はうん、誰もいないのですかね。失礼します。誰ですか。あら、これは失礼。私こういう者と申します。私のことを疑ってるんですか。私今とっても傷ついてるんです。事故とはいえ自分の手で誰かを殺してしまうなんて。落ち着いて。それにまだタコさんは生きてますから。え、なんだ、私殺しちゃったのかと思った。切り替えがすごいですね。でも最悪、せっかくのヒロイン役だったのにドラマはお蔵入りなんですって。お蔵入りになったんですか。そう、監督がお蔵入りにするって。主演だけでも変えて撮り直せばいいのに、めんどくさくなっちゃったのかな。主演、あ、知ってます、このドラマは監督がキャスティングしたんですよ。割とあることでは。もう確かによくあることなんだけど、私みたいな人気女優をキャスティングしておきながら無名のあいつをキャスティングするなんて意味がわからない。有名なんですか。まあ失礼な探偵さんね。テレビにラジオにイベント、今大人気女優のサナです。これは失礼、私芸能界疎いもんで。ふん、まあでも演技力には負けるけどね。タコくんとはもともと知り合いだったんですか。昔ね、舞台で一緒になって、演技のできない自分なんて生きている価値がない、そのたった一セリフだったのに、みんなが彼を見てたわ。主演は私だったのに、彼の演技がすごくて、もう私ったら恥かいちゃったわ。なるほど。はあ、やっとライバルがいなくなったわ。だからって私がやったわけじゃないから。さっきまで泣いていたのに随分と余裕がありますね。この業界は毎日が戦争なの。ライバルが減れば減るほど嬉しいわ。でもタコくんの演技力は認めていたわ。本当に一緒にレッドカーペットを歩きたいと思ってたし。それなのにタコくん、自分の演技力に自信がないのか、僕ってこの世界で生きていけるのかなって言ってたのよ。まったく、本当に生死さまよってどうすんのよって感じ。そうなんですね。あ、そうだ、ねえねえ見て見て、今回のこの雑誌の表紙、じゃーん、私なの可愛くない。でね、この中身にはね、私のカバンの持ち物の中身とか書いてあって、で最近私がハマってるのはこの化粧水のやつで、そろそろ私はこの辺で。なんだつまんないの。では失礼します。あ、探偵さん。うん、さっきまでの話は内緒よ。イメージ崩さないように愛想振りまいてるんだから。ええ、わかりました、よろしくね。かわいいこれ。なるほど、佐野さんがタコさんに恥をかかされ、それで恨みで殺害。
いや、しかしそんなことするか？うん？こいつさえなければ。安監督、何をされているんですか？いや、うん？これは佐野さんの写真ですね。なるほど、あなたは佐野さんのことが憎くてしょうがない。だから女優業を引退させるための方法を考えた。そこであなたはこの脚本に佐野さんが殺害するシーンを思い出した。やめろ。しかし本当は人が死ぬはずはないんですよ。偽物のナイフですから。誰もが偽物と思っていた。しかしそれは本物のナイフだった。俺じゃない。あなたは本物のナイフと偽物のナイフをすり替え、佐野さんに殺害させた。そんなことしてない。いなくなってもいい。タコさんを犠牲に。やめろ。俺は誰よりもあいつを認めているんだ。本当にタコくん初めての主役だって喜んでたわ。演技なんてできなくても愛想振りまいとけば役なんてもらえるのにね。効率の悪いただのおバカさんね。あいつがタコのことを悪く言っていて、俺は許せなかったんだ。なるほど、そうだったんですね。だから俺がタコを殺すわけがない。わかりました。知ってます？このドラマは監督がキャスティングしたんですよ。昔ね、舞台で一緒になって、演技のできない自分なんて生きている価値がない、そのたった一セリフだったのに、みんなが彼を見てたわ。主演は私だったのに、彼の演技がすごくて、もう私ったら恥かいちゃったわ。自分の演技力に自信がないのか、僕ってこの世界で生きていけるのかなって言ってたのよ。まったく本当に生死さまよってどうすんのよって感じ。そういうことだったのか。犯人はきっと、今日もお見舞いですか？安監督、もういいんじゃないですか？何ですか？私はやってないって言ったでしょ。ええ、あなたはやってない。この事件の犯人はタコさん自身です。どういうことですか？タコは死にかけたんですよ。本当は死ぬつもりだったんですよ。どういうことですか？あなたがサナさんをキャスティングした理由は、タコさんがバカにされてるのが悔しかったからです。だからサナさんに演技で恥をかかせてやろうと思い、タコさんを主演に、サナさんをヒロインにキャスティングした。それとタコが死んだのはどう関係するんですか？そう、あなたの計画通りに行けば、佐野さんは恥をかいて、タコさんは注目を浴びていたでしょう。しかしタコさんは演技力なんて必要ないんじゃないかと思い詰めてしまっていたんです。そんな安監督だけは認めてくれると思っていたが、
タコさんは安監督に冷たくされ、さらには演技力のないサナさんまでキャスティングした。役者としての自信を失ってしまったんです。でもそれでどうして？演技のできない自分なんて生きてる価値がない。どうしてそのセリフを？あなたのデビュー作、そしてタコさんが初めてセリフをもらった役ですよ。ちょっとエキストラの君、はい、ここのシーンなんだけど、このセリフちょっと当てて入って。ここ、いける？はい、頼んだよ。はい、ありがとうございます。リハだけの代わりとはいえ、セリフが言える。よし。演技のできない自分なんて生きてる価値がない。君にしよう。え？本番も君がこのセリフを頼む。本当ですか？初めて自分の演技が認められたことが嬉しかったんでしょう。しかし今の彼にはあなたのそのセリフは重く、そして辛い言葉だったのです。俺はただただあいつの演技をみんなに見て欲しかった。それなのに俺はあいつを認めていた。あいつならもっとすごい演技ができると知っていた。力をもっと引き出そうとしてあえて冷たくしていた。しかしタコさんには逆効果だったみたいです。演技力のないサナさんに自分を殺害させる芝居をさせるなんて、演技力はいらないと見せつけているようなもんですね。俺が間違えていたのか。タコさんはこう言ってたそうです。自分はこの世界で生きていけるのか。そう、この世界は芸能界ではなくこの世そのもの。死ぬことを決めていたんでしょう。人の心は難しいですね。言葉にしなければ伝わらないんだ。言葉にしなければもっと伝わらない。私がこんなことしなければ。過ちは誰にでもあります。幸いタコさんは生きています。過去を振り返るのではなく、これからをどうするのか。タコさんも安監督もきっと同じ過ちは繰り返さないと思いますよ。タコにしか演じられない脚本を書いてやる。それで大勢の人に知らしめるんだ。タコは世界一の役者だってことを。何年、いや何十年かかってもいい。私がタコを。頑張ってください。いいですね、このデザイン。ねえ、新しいドラマ見た？見た。ねえ、もうさ、タコくんの演技が超最高だったんだけど。なんかさ、あれタコくんのために書かれた脚本らしいよ。え、道理でタコくんの良さが出てると思った。どうやらお互いの思いが伝わったようですね。さ、事件。一緒にブラ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 ブしちゃって、ドキ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 したいんだ。